あ、始まった。最悪なこの負の連鎖が始まった。全然朝だからですね。そう、今日ね、さっき寝るっつって、まあ、1時間ぐらい寝ようと思ったら、もういい、もうこんな話してなくていいからもう寝ようってことで寝てきます。どんぐらい寝た？6時に寝たの。え、じゃあ11時間寝たじゃん。やば、俺たち11時間寝たって。そう、11時間寝てしまって、その後のビログも撮れなかったし、そのね、日本時間で言う今日のビログの編集もできなかった。くそ、明日出すっつって言ったけど、時差ボケで普通に寝てしまった。でも今言うて朝の5時なので、まあ、このままもう夜までずっとぶっ通しで起きてれば、多分ね、時差ボケも治ると思う。で、マナちゃんとルネちゃんがただいま起きてで、ルイ君は爆睡中です。そう、ルイはね、もうずっと寝てんだよね。で、今ちょっとお腹空いたので、マナちゃんが朝ごはんを作ってくれてます。ということで、ちょっとマナちゃんにインタビューしてみましょう。マナさん、何を作るんですか？だそうです。どれ？かわいい。かわいいね。ほんとだね。わ、意識高いグラノーラ作ってる。おはよう、ルイ。おはよう、起きたの？みんなじゃあ同じタイミングで起きたね。結構それつけてみて。え、顔かぶって。来た。結構。やばいやばい。あかん、結構。ルイ君、結構だって。ルイ、ガムされてるけど大丈夫？ルネ、あ、見た、結構だって。かわいいね。おもちゃいっぱいあるね。逆にこの何、ソファーとソファーの間のこの狭い空間だけをおもちゃコーナーにするっていうのもめっちゃいいな。そしたらもうおもちゃも増えないし、汚れないし、片付けも簡単だから、これめっちゃいいな。そう、それでこれ言ったっけ、紹介したっけ、この車やばくない？これちゃんとね、鍵もついて、まあ、ちょっとね、今つけるとうるさいからいいんだけど、これやばいよね。オフロードでもバリバリ走れそうだよね。子供用の電動カー、かっこいい。え、りくん、りくん、どこで寝てんの？次ルイさ、この床で寝るの好きなんだよね。床でこのダラーって横になってテレビ見てるのがめっちゃ多い。じゃれーん、マナちゃん作のフルーツグラノーラ。うん、蜂蜜とギリシャヨーグルトとバナナが入っていて、どれも喧嘩しない、喧嘩しないですね。とても噛み応えのカリカリ感もあり、バナナのグニュグニュ感もあり、ギリシャヨーグルトのドロッとした感じ、あと蜂蜜の甘さでとても美味しいです。やばい、アメリカなのにどん兵衛があるんだけど、ね、ルネはね、食わず嫌いじゃないんだよね。どんな未知の世界の謎料理でも、あ、あ、あっつってめっちゃ食べる。辛いから。パパ、ここ。そこ触る？その鼻で言わないで。すげー、見てこれ、バンです、バン、めっちゃでかい。すげー、このバンでっけー。リアたちのキャンピングカーがみんな乗れるから、それでちょっと今からバイクショップに行ってプールに行ってきます。やばい、この小さいバイクめっちゃいいじゃん。で、リアたちはリアのバイクを買うために真剣に見てます。見て、この量、かっけー。うわ、こういうバイクかっこいいわ。なんかハーレーっぽい感じで、これがルイルネ用だよね。これ日本でいうさ、原付きなんだけど、この辺のごっついのもいいね。おー、いいね、ルイサイズだ、ルイサイズ。一応店員さんにも乗っていいよって言われたので、今ちょっと乗ってます。いい感じだね。ね、いっぱいあるよ、ほら、いっぱい。これも 50cc だから、マナも乗れる。どれ？うわ、でっけー、やば、この辺でかすぎね。これ何 cc なんだ、これ。 850cc だって。やば、軽自動車よりあるよ。すげえ、でっけえ。こんなん買ってアメリカとかオフロードとか行ったらめっちゃ楽しそうだな。いやー、水遊びができる公園やってきました入れ入れ、行け行け、走って、せーの、ゴー。いや、避ける。水出なくなったね。あ
わあ、いい、気持ちいいね。ゆめちゃんかわいいね、水着。うう、そしてこれがさっき買ったね、アボカドの方のやつなんだけど、これめっちゃうまいよ。で、これがマナの抹茶です。ゆめちゃん、そこボタン押してごらん。ピーして、もっともっとピー強く。おお、出た、水出た。ほら、ボタン押したら水が出た。いや、いいね、こんな暑い日に水遊びできるの。しかもピザもあるし。いえ、デブ活。恐れ恐れなんだ。やばい、ついにマナまで入り出した。水着履いてないのにマナまで入り出した。ということで家帰ってきました。で、マナが初のアメリカでの料理、タラーン、タッ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 タラララ、ミートソースです。ミートソース、スパゲッティのソースです。うまっ。ルリンちゃん眠いの？もう、あ、もう眠っ。もう寝よ。ルネちゃんとルイくんが寝ました。ということで2人で買い物をしてきました。しに来ました。どうですか、マナちゃん。ターゲット、またターゲットです。すごいね。でも、もう色とりどりのいろんな服があって、伸びてる。だってさ、これかわいい。ほんとだ。失礼しました。あ、いや、かわいいかな。おー、すげえ。お、シャネルだ、シャネル。すごいね、もうなんかほんとここに来ればさ、だもうなんか H&M と声優がもう合体したみたいな。 H&M GU。 Can I help you? アクセサリーが売ってるところありますか？ What? え、What? アネックス。 What? Sorry, bye. Have a nice day. Good luck. 夜普通に寒いよね。まだこれ好きなの。あ、てかこれいいじゃん。あ、うわ、いいね。これめっちゃさ、いいじゃん、この素材。ベロア生地みたいな。え、これ買おうかな。どうもあの、かわいいのあった。これ普通にいいよ。いい感じだね。見てください。こちらバッグも豊富にありますね。お、これは生理抜けバッグですかね。かわいいね。え、さらにセリヌ系バッグがある。かわいいですね、セリヌ系バッグ。あ、もうセリーヌ。マナから隠れてマナを一人にしてみました。さあ、この広いターゲットだったら隠れないのか。見えすぎなくてもつまんないから、ギリギリ見えるところに行こう。やばい、マナがいない。どこだ、マナ、どこだ。絶対ね、ガジェット系にいると思った。絶対いるわと思った。負けた。まあ、でも愛が強いから引き寄せられたね。ねえねえ、お腹すいたな。ねえねえ、ルイくん、僕の名前何か知ってる？ゾウさん。そう、ゾウのルイです。この子ね、ルイって名前なの。あ、そうなの。だからルイもルイで、ルイもルイで、うん、同じ名前だねって話したんだよね。くれるの？うん。いただきます。これくれる、これくれる。あげるじゃん。あげる。これくえる、これあげる。わー、美味しそう。食べていい？美味しいよ。食べていい？
美味しいよ。食べていいよ。わあ、美味しかった。ねえねえ、なんか眠くなってきた。全部ケーキ食べる？全部ケーキ食べたからもう眠いよ。え、ちょっと待ってて。今。あ、でももう7時なんだ。あ、寝ちゃダメ。ちょっちょーちょっちょーまだ起きたくないよ。全部寝る？全部寝るって何？ほら、あれすぐキックするの。超やだ。ヤンキー。頭やばいもん、頭。パーマかかりすぎてやばいんだけど。はい、ということで、ただいまもう朝の7時で、あの後ね、もうね、速攻帰ってきて、リートで寝てたから俺たちも寝ちゃったんだけど、なんか時差ボケなのかな？なんかもう夕方ぐらいに寝て、早朝すぎる。もう朝の4時とか、今日は多分3時ぐらいに起きちゃうっていう、時差ボケのちょっとずれてるバージョンみたいな感じになってます。だからね、ちょっと朝早く起きすぎて、もうね、今はもう若干眠いんだよ。で、このまま起きても大体ね、夕方ぐらいにもうね、眠くなっちゃって、そう、また夕方に寝て、で、また朝の3時とかに起きるみたいな生活が今続いております。まあ、とりあえず今日はこの辺で終わりたいと思います。最近俺たちが作った可愛いグッズの詳細も下にあるので、よかったらチェックしてください。てか、そう、この前さ、マナが投稿したルイとマナのインスタ、コメントで来て気づいたけど、なんかルイくんめちゃめちゃ大きくなってるみたいなさ、コメント来てて、よく見たらさ、マジでルイでかくなってたね。もうルイの腰より上ぐらいの身長になってて、うわー、ルイめっちゃでかくなってるーって思った。はい、ということで、よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。固くまして、バイバーイ。